皆さん、こんこにちは。1996年にデビューして以降数々のドラマに出演してきた木村佳乃さんハリウッドデビューも果たし2010年には東山紀之さんと結婚2人の女の子を出産しています2児の母として活躍中の木村さん実は実家がお金持ちで家族の職業がやばいと言われています一体どんな家族なのでしょうかまた 木村よしのさんはは再婚なのではなでいかと噂があります今回は木村吉野さんの家族や東山紀之さんとは再婚なのか旦那の東山紀之さん子供とのエピソードなどご紹介していきますまずは木村吉野さんの簡単なプロフィールからご紹介します本名東山吉野青年月日1976年4月10日出身地 東京都世田谷区成城学歴、清浄学園初等学校成城学園中学校高等学校成城大学文芸学部英文学科卒業木村吉野さんは1976年にイギリスロンドンで生まれ3歳までその地で過ごしました。 その後は日本に帰国し、世田谷区清浄へ引っ越します。こちらのお家は清浄の一等地にある150坪ほどのお家で、現在は東山範行、木村芳野夫妻が住んでいます。清浄といえば日本屈指の高級住宅街と言われており、この時点で実家がお金持ちというのがわかります。そんな木村芳野さんですが、中学2年生の時に父の転勤に伴い、 アメリカ・ニューヨークへ引っ越しそこで2年間を過ごした後再び帰国しました転勤で海外に行くあたり父親はかなりのやり手なのでしょうか木村佳乃さんはドラマ「僕のヤバい妻」に出演した際に超お金持ちのお嬢様役を演じていましたが現実でもお嬢様のようですねそんなすごい家柄の木村佳乃さんですがご両親は一体どんなお仕事をしているのでしょうか お次は家族の職業についてご紹介します木村吉野さんの父親は日本航空 JAL の幹部役員と言われています JAL は2010年に経営破綻し今でこそ日本の航空会社のトップは穴ですがかつては JAL がナンバー1の航空会社でしたそこの役員だったわけですから役員報酬などは破格のものだったろうと推測されます転勤で海外に行くのも納得ですね お次は母親の職業です。母親は父親と同じ日本航空 JAL に勤めており CA キャビンンンアテンダントをやっていたそうです。当時はスチュワーデスと呼ばれた時代でしたが採用基準に「容姿短麗という項目があったそうで木村さんの美貌は母親譲りのものなんでしょうねまた4歳年上のお姉さんも JAL の CA をやられているそうで。 家家族揃って航空会社一家のようです。お姉さんも CA をやられているあたりやはり美人なんでしょうねそして木村佳乃さんの家族の凄さはこれだけではありませんルーツをたどってみると祖父母の代から凄かったのです木村佳乃さんの祖父は JTB や JNTO 国際観光振興機構に勤めていたそうです木村佳乃さんが2004年に 日韓共同訪問年広報大使に任命された際には祖父がかつて JNTO の理事を務めたことがあり不思議な縁を感じると明かしておりかなり上の役職を務めていたことがわかります祖父は東京外語大学出身で英語が堪能戦時中は同時通訳という役回りで戦争が終わっても通訳能力の高さから1年返されなかったそうです。 そして祖母は台湾生まれでこちらも英語が堪能職業は体育の先生をしていたそうです二人で船に乗りニューヨークに渡った時の写真も残っておりすごい家系なのが伝わってきます木村佳乃さんはおばあちゃん子でたくさんのことを教えてもらったそうです木村佳乃さんは二人のことをおじいちゃまおばあちゃまと呼んでいたそうですそんなお嬢様家系で育ってきた木村佳乃さん 学歴はどんななものなのでしょうか木村佳乃さんの学歴をたどると小学校から高校までずっと成城学園そして成城大学文芸学部英文学科に進学するというお嬢様の王道のような学歴です成城学園高校は会社経営者政治家芸能人など裕福な家庭の子供が通う学校としても知られていますが当然ながら 偏差値64と学力のレベルも高いです余談ですが及川光弘さんも同じ学校の出身ですそして木村吉野さんは帰国子女で英語も堪能だというのはよく知られた話ですしかし中学2年生でアメリカに渡った時は全く英語を話せなかったそうで苦労したようですロンドンにいたのは3歳までですからすっかり忘れていたのでしょう そこで木村吉野さんの母親は2ヶ月間の英語キャンプに木村吉野さんを単身で送り込み英語漬けの日々を与えました英語しか話せないのはもちろんシャワーもトイレもないという過酷な環境で親との連絡も断たれてしまうというすごい英語キャンプを送ったそうでその時に英語が身についたようですとはいえ木村吉野さんのアメリカ滞在はたったの2年間今なお英語を流暢に操れているのは 本人のその後の努力もあるようですそんな木村よしのさん2009年11月に東山のりゆさんと木村よしのさんの交際が報じられますすると2人揃って交際宣言これはジャニーズにとっては異例中の異例でした東山さんは本日一部報道にあります通り木村よしのさんと真剣にお付き合いさせていただいております 今後とも僕らを温かく見守っていただけますようよろしくお願いいたします」とコメント木村吉野さんは「この度は私事でお騒がせいたしまして大変恐縮です」本日報道されました通り東山紀之さんと交際させていただいておりますまだまだ未熟な私ではありますがどうぞ温かく見守っていただければ幸いです」とコメントしました2人の出会いについても見ていきましょう2008年3月の舞台 さらば我が愛「覇王べっき」での共演がきっかけでしたこの舞台は木村佳乃さんと山野東山紀之さんが遠藤健一さんを取り合うというストーリーで木村佳乃さんはこの東山紀之さんとの共演後に稽古中東山さんんがが女性に見えるる瞬間よよくあるんですよすごく自分に厳しい方でご自身の中にとても熱いものを持ってらっしゃるので非常に刺激を受けています。 ご一緒できてよかったですと敬意を表していましたそういう仕事の姿勢に惹かれたのでしょうかその年の5月にはお互いの自宅を行き来するなどの交際が始まりましたそして結婚には先ほど舞台で共演したと紹介した遠藤健一さんが後押ししたと言われており遠藤さんは結婚前の吉野ちゃんと東くんを見て「結婚しちゃえよ」とか言ってよく煽っていたんだよ そししたたら本当に結婚した結婚婚と二人の秘話を暴露。東山さんも遠藤さんがねキューピッドになってくれた本当の話と明かしていますこの遠藤健一さんのプッシュもあってか二人は2010年2月には同棲をスタートさせ2010年10月に晴れて結婚となりました結婚のコメントでは本日10月23日に私どもは入籍いたしましたことをご報告させていただきます これからの人生を共に学び歩んでいきながらより一層仕事に対しても精進していきたいと思いますと残していますそんな木村よしさんについて調べると木村よしの再婚と検索されます木村よしさんは東山さんと再婚なのではないかと噂されている真相を見ていきたいと思います木村よしさんは東山のりさんと交際する前に 熱愛スキャンダルを報道されたことがあります。その熱愛相手は俳優の伊勢谷友介さんです。木村芳野さんと伊勢谷友介さんは2006年に共演した映画撮影で出会い、2007年5月に渋谷の交差点を仲良く腕を組んで歩いていたり、買い物する姿が報道され話題になりました。しかし木村芳野さんは伊勢谷さんと2008年には破局しています。 そのため結婚はしていません。伊勢谷さんと交際報道以前も以降も熱愛報道はなく、結婚をしていたという事実もありませんでした。東山紀之さんと結婚した木村よしのさんの当時の年齢は34歳で、遅めの年齢で結婚したことも噂される理由なのかもしれません。結婚した1年のちには、2011年11月には長女、2013年5月には次女も誕生しました。そして 二人の子供が生まれた影響から人気バラエティ番組の世界の果てまでイッテになんと出演を直談判しますもともと番組が大好きだった木村吉野さんは子供向けのものをやりたいと思ったんです自分の子供に見せるためではなく子供全体に向けて家族全員で安心して見られる番組に出させていただきたいなってそれがきっかけなんですとイって Q への出演を依頼さらにバラエティでの姿なら 普段と変わらないままを子どもたちに見せられるのではという思いもあったそうですお嬢様で大物女優が体を張り瞬く間に好感度が上がった木村吉野さんこの活躍には東山さんの助言もあったらしく番組から NG 項目の確認があった際に「どうしたらいい?」と夫に相談すると「何言っているんだよ全部やるんだよ新参者で出たい」 と言って出してもらうのにこれができないあれができないそういうのなら出るなと的確なアドバイスをしていますプロ意識の高い東山さんらしいエピソードですね子供のために木村佳乃さんはバラエティを頑張り続けました皆さんいかがだったでしょうか超エリート一家に生まれ女優として成功しバラエティにも出演し人気を博した木村佳乃さん東山さんと結婚し 二人の子供にも恵まれ、順風満帆な生活を送っているようです。2022年にはトップコート所属の好きな俳優、女優ベスト5という投票で見事意義を獲得し、今なお人気が衰えていない木村芳野さん、今後の活躍にも注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価お願いします。